首が痛くないのに腹筋に効いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋してもどうしても首が痛くなる、お腹に効く感じがしない、お腹へこませたいために腹筋頑張ってるのに、そういった方の多くは反り腰が原因で首が痛いんです。簡単に説明すると、反り腰じゃない人は腰にあまり隙間がありません。腹筋の際に腰を支点に体を動かすことができます。逆に反り腰の人は腰に隙間が大きく空いてます。腰が床についてない状態なので、体を起こす際の支点が背中になります。背中を支点に上半身を動かすことになるので、首ばかり動かすことになってしまいます。腰に隙間が空いているためにお腹が締まらない、腹筋に効かないということになります。これは体の後ろ側なんですが、腰を支点に体を動かすことができれば腹筋に効いて首が痛くない。ここに隙間が空いているので背中を支点に体を動かすことになります。そうすると腰が床につかない、ここが支点に体を動かすので首ばかり動かしてしまう。その結果腹筋に効かないのに首が痛いやり方になってしまいます。今回は反り腰を解消するメニュー、腹筋に効かせるあて、首が痛くないメニューを紹介していきます。動画を見ながら一緒に頑張りましょう。今日も一歩前進しましょう。まずは反り腰の多くの人は大腿筋膜張筋というここにある筋肉が硬くなって内巻きになってしまいます。内股になるとお尻がどうしても出た姿勢になる。その結果体が前に倒れる、頭を戻すので反り腰になる。ここの筋肉をまず伸ばすってことが大切です。それに加えて大腿四頭筋のストレッチ、これが一度にできるメニューをやっていきます。膝を開いて足はつけます。お尻を前に出してこのまま体を後ろに倒したら戻る、できるだけ倒れて戻る。これを30秒繰り返していきましょう。これで前もも、大腿筋膜張筋がストレッチできます。いきます、スタート。できるだけ倒れたら戻ります。膝痛い人はタオルかなんか敷いてください。難しいよって方はつま先立ててもいいです。お尻をしっかり前に出してください。お尻が後ろに出ないように前に出して体を倒す。反り腰解消しましょう。はい、 OK。 次は仰向けで寝ます。しっかり膝を抱えて体を起こして、これでキープです。スタート。反り腰の場合は腰の筋肉が硬くて反れる可能性もあります。しっかり腰のストレッチを加えましょう。しっかりね、体を丸めて、できれば上体もねしっかり起こして、できるだけ小さく丸くなってください。はい、 OK。今度は後ろに肘をついて腰を床につけます。腰を床にちゃんとつけた状態で手を片方離します。体をこれで起こします。これで30秒キープです。しっかり腰が床につくようにしてください。いきましょう、スタート。これでしっかりね、上体をグッと起こして、右手で右の膝を触っとくぐらいの感じです。今ね、首が痛くなくて腹筋に効いてる感じがあると思います。肘の位置はね、少し自分で合わせてください。腰を支点に体を起こします。はい、 OK。 次は反対です。左手で左の膝を持っとく感じです。スタート。できるだけ手をね、遠くに持っていくイメージ。腰を支点に体を起こす。今腹筋がね、締まってる感じがあると思います。みぞおちと恥骨を近づける感じ。お腹をずっと締めてください。あと少しです。はい、 OK。 ラストは両手、今の
腰を床につけた感じで手で両膝持っておきます。持つ力はできれば軽く持った方がいいんですが、体が倒れちゃうよっていう人はちょっと強めにね、指引っ掛けてキープしてください。いきます、スタート。こんな感じ。今ね、腰が支点になってると思います。これでお腹をね、締めたまんま指でね、少し引っ掛けて、できる人はね、指の力を軽くにして手添える感じ。できない人は引っ掛けて、お腹に力入ってると思います。はい、 OK。 あー、腹筋に効いた。今の腰を支点にする感じで、今度は膝を抱えてこういう感じで動きます。スタート。これがうまくできてくると反り腰が解消されてます。こういう感じでね、転がれないよっていう人は転がれるまで何度か行うことで反り腰が解消できてきます。腹筋の際もこの動きです。はい、 OK。 だいぶ腹筋を使う感覚と腰を支点にする感覚が分かってきたと思います。今度は足を伸ばして上体を起こして腰を支点にしてキープ。スタート。腰を支点にキープです。これが首痛いよっていう人はやはり反り腰なんで、腰を支点にできるようになるまで動画を見ながら何度もやってください。反り腰が解消されるとお腹がへこんでいく、前ももが細くなる、メリットがあります。あと少しです。はい、 OK。 ああ、効いた。お疲れ様でした。今回の腹筋で首が痛くなる原因、反り腰を解消するメニューでした。勉強になった方、頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。